金はレクサスで迎えに行く。釣りじゃねえ、神戸出身。なんなら神戸のどっこにもマンションがそこでも好きに過ごしていい。なるほど、そうですか。っていうのも、じゃあなんで俺が反応薄いかっていうと、霞が関に行かないといけないからあんま遠く行きたくないのよ、現状として。いつ呼び出し食らうか分かんねえからっていうね。だからあんま遠く行きたくない、今の現状として。かな。で、あと、そんなさ、貢ぎもしないやつのところに行くっていうのもね、いや、せめてさ、もうちょいね、スポーツマンとかね、ファンタスティックで投げたらみたいなね、そんな金持ってるアピールするぐらいだったらさ、もっと金で釣るわな、俺を。文章だけだし、なんか配信としての盛り上がりに欠けるよね、やっぱり。やっぱ俺の配信盛り上げるんだったらファンタスティック投げてすごいパッション出した方がリスナーの期待値も上がって面白くなるのに、現状この展開だと普通にただ無償で来てみたいな、無料で来ていいよみたいな感じが中途半端なんだよ、ネタにするにしても、ネタで行くにしても。まあそうしたら、まあ一個ありぐらいかな、今んとこゼロだけど。だって別にいるもん、そんな地方でも来ていいよっていう人は。女に限らず男でもそうだけど、別にいるっつってんじゃん、困ってるわけじゃねえから言うて。選ばなければね。いや、多分これは釣りじゃないと思う。だいたい釣りか釣りじゃないかわかる、やりとりで。やりとりっていうか、まあ感じで。俺はいや、その釣られてるのはわざと釣られに行ってんだよ。ああ、もうこれ釣りだろうなと分かってた、分かってる上でね。そんな、その洞察力で選んだのが陽子とか師匠。いや、あのルンルンは違うのよ、そういうなんかいろんな条件に見合ってるからルンルンと一緒にいるっていうわけではないからね。なんか勘違いしてるバカがいるけれどさ、なんでルンルンと一緒にいるかっていうと、まあ、彼女のパッションと行動力、まあ、そこにまあ評価してって感じ、うん、だからしゃあなし、別に。
で本来恵美太郎と、まあ、もしかしたらそうなってたかもしれないけど、くまちゃんと恵美太郎とラブメロと4人で配信した時ね、まあ時本来だったら恵美太郎と野良猫生活する予定だったから、俺の頭の中では。ただあいつが、まあ、そのまんま何かで、あ、そうだ、新八丁のなんか回し者みたいな感じだったから、もういいやっつって亡くなったけどね。やっちょやっちょうるせえから、まあいろんなところにあいつケツ振るからな、すぐ。まあミーハーはミーハーだね。ミーハーだし、まあ誰でもいいんじゃねって感じ。別に。なんか見てると、なんかいろんなところをね。いや別にルイージはルイージでいいんじゃない。なんかやっちょだったら結局ネタにされるだけだし、ルイージだったらまだなんだかんだ配信者かぶれみたいなとこあるから、そこまで配信能でもないだろうし、まだ大切にするんじゃない、やっちょよりは。ちゃんとして人間として扱うんじゃない。中絶3回流産1回なの、自分で言ってたのそれ。やばくねそれ、もう妊娠できないじゃん。ふふふふふ。今や見たらルイージの18センチのエクスカリバーのトリコ。へえ、あ、そうなの。まあルイージの家畜っていうより、まあそもそもやっぱ九州の女っていうのはやっぱ尽くす女が多いから、だからそもそもそれが目的で俺は福岡に行ってるわけよ。そういう尽くす女が多いって、やっぱ九州男児が多いからさ、だからその家畜っていうか、まあ九州の女性のまあ特色みたいなもんだわな、割とマジで。それはだからこう世話するのに慣れてる男の。 何なんて買うもの？ご飯、食事。てかお前何分で着くんだよお前。おい、一体全体を。なるほど。じゃあそしたら、ご飯なんだっけ？
けれど、で最寄りっつってたよね。閉まってるな時間的に。腹減ったな。なんか飯買ってこい。コンビニとかじゃないちゃんとした食い物、その駅近くにある吉野家でいいわけねえだろバカ野郎。あのな、俺吉野家な半年か3ヶ月に1回ぐらいしか食わねえんだよ。全然牛丼って気分でもないし、もうちょいちゃんとした食事にしろ。ビタミンとかね、入ってるやつ。いや、あるんじゃないのかな、駅の近くにまだやってるお店。いや、オリジンはね、今日食ったのよ、朝。朝、普通に。オリジンだったらやってるかもしんないけれど、オリジン、またオリジンかよ。もうオリジンも食い飽きたしな。まあでもオリジンは、あ、ダメだ、もう閉まってるわ。ウーバー？ウーバーか。まあウーバーでもいいけど、最悪。ウーバーだって自分で頼めるしみたいな、住所打ち込めば。なんなら俺ウーバーパスまだずっと入りっぱなしだしね。そんなウーバー使わねえのにも、使ってないけどウーバーパス入りっぱなしだよ。うなぎ？うなぎやってないんじゃない？遅いし。いや、寿司って気分じゃねえな。あ、ココイチはちょっと重いな。ちょい重いな。もっと胃に優しいものがいいな。なんかないの？そういうさ、駅の周り調べて飯屋やってる店。なんか一昨日ぐらいなんかやってるとか言ってなかった？あんじゃない？駅周りに。うどんね、まあうどんもまあいいけど、別に
天敵って病人じゃねえかよ、もうガメラじゃねえ俺は。あったかいものがいいな、食べるなら。まだ起きて何も食べてないからね、そのまんまコーヒーだけ飲んで配信してるから。まあ日高屋でもいいよ別に。でこの前の日高屋のメニューでいいの？いや俺ね、生姜焼きこの前頼んだんだけれど結局食べず残しちゃったんだよね。まあ生姜焼きでいいかな、そしたら。それかにらればいいだめやってるなら。にらればにしとくか、にらとレバーでも食っとくか。そう、大変だよマネージャー。いや両方は食べれない、結局残したし。そうね、煮だればでいいよ、煮だればで。ちょっと栄養取っとかないとな。だこういうのがちゃんとしたご飯、ちゃんと栄養価があるもの。牛丼なんて栄養価もクソもねえだろ、肉だけで。さっきの保育士チャンリンっていうの、お前ありがとう。大花火なんか全然ツイッターのアカウントとちげえじゃねえかよ。それも大花火ってさ、あのイベントアイテムじゃないんだけれど、あのイベントアイテムっていうのはね、大花火じゃないぞ、あのアイテムのスポーツマンってやつだぞ、スポーツマン。俺が欲しいアイテムはスポーツマンだ、花火じゃねえ。でそれをファンタスティックっていう100個投げんだよ、100個な。多分フワッチのこと分かってないんだと思う、この感じは。キャスから来てっていうのも、右下にこのなんか3位とかランキング出てるだろ、今これやってんね。で今俺3位なのよ、3位で、それを、100個投げるとファンタスティックっていう風になる。じゃあお前のこと覚えといてやるから、頭の片隅に置いといてやるよ、片隅になる。そう、アイテム投げるんだったら課金して、あのスポーツマンを投げろな。今ちょっと見てなかったけれど、かなりポイント差ついてるね今見たけど、だいたい60、70万ぐらい差があるね、1位と2とね。何があったこの2日間で、えっていうね。今ようやく俺自分のランキングを確認した、賞味。いや、あのサボるからって言うけど、いやサボってるのは俺じゃなくてお前らな、履き違えるな。お前らが課金をサボってるから3位になってんだよ。別にこの3時間の間にお前らが爆投げすればもう1位になってるよ。お前らが課金することをサボってんだろ、間違えてるぞ。サボってんのはどっちか。せやろ、別にね、投げるタイミングなんていつでもあるわけで、ほんな配信してれば上位に行くわけでもないし、結局リスナーが投げるか投げないかの違いだから。それだね、多分。うん、多分それじゃない？うん、そう、それだわ、それ。あ、1個じゃないぞ。うん、100個。100個投げるとファンタスティックってなんだよ。
ちょっとやってみ、勉強がてら。そんな美課金じゃなくて、ものは試しということで。無料で勝てるほどね、甘くないよ。そんな無料アイテムをさ、いくらね集めたところで、結局は課金ゲーだから。無料も大事って言うけれど、結局課金のアイテムには勝てないから、いくら無料のアイテムをね集めたところで、課金が大事無料が大事じゃなくて課金が大事。間違えてるぞ、ちょいちょい。俺が配信サボってるからだろとかさ、無料が大事とかさ、間違えてるから。いや、それだけど、それ1個じゃん。1個じゃなくてまとめて投げれんのよ、選択して、まとめて買うとね。で、前回も話したけれど、ふわっちのアイテムを買うときに、このアプリから買うんじゃなくて、サファリでふわっちって検索すんの、ブラウザーで。で、そうするとここの、アイテム購入っていうのがあるから、こうサファリで検索するとね、で、このアイテム購入をポチって押すと、こういうふうにブラウザーから買えるのよ。ブラウザーからこうやって200個セットとかで、そうすると、まあ3万3ユキチが、普通、多分アプリで買うと3万2000円なんだよ。それが3万円で買えると。サンキューファンタスティック、それだよそれ。いや、俺は信じてるよ、別に。お前のこと疑ってはない。で、言ってんじゃん、釣りではないって。リスナーが疑ってるだけだよ。そう、それファンタスティックだから、課金して買うときはこのサファリから買った方がお得だよっていう。その分お得だよっていうね。ちなみに今日初めて知った人は、ありがとな。それがファンタスティックだ。で、だいたい、まあ4割ちょっとぐらいが、課金した4割ちょっとが俺に入る、収入としてね。で、こういうふうにアイテムもらうことによって、納税して、そして自分の名義でお家を借りれると。そのためにふわっちを始めたんだよ、このイベントっていうものを出しに使って。イベント1位になりたいっつってな。サンチュチャンリー、ただアイテム飛ぶ放送と、またアイテム盛り上げる放送ってまた違うからね。楽しい配信でリスナーが見てて、そんなにね、もう俺に配信してほしいんだったらもっと見つけ、そしたら配信してやろうかなってなるから。
金が入るとすぐ休む。ちゃうね。ちゃうね。今の状況は。ちゃうね。リアルのことで頭がいっぱいだから、配信の状況じゃないのよ、メンタルが。だって今だけ現にそうだしね。それでもやってるって感じだよ。あれ、なんか通信状況が不安定って出た。そう、電波悪いのかな。まあ Wi-Fi もないしね。今 4G になってる、 5G じゃなくて。なんか 5G 入るときは入るんだけどね、まあ、ちょっと回線も安定してない状況だから、俺の生活も安定してないけれど、もう全てが安定してない、不安定アイテムも不安定。ありがとう。フィルダーストーンさん中初めてかな、うん、なんか初めて見るね、そのアカウントね。まあ覚えときはしないかな、別に。おうさん中ババア、うん、なるほど。なんかその一個ずつちょいちょい投げるのやめてもらっていい？一個ずつとか、なんかちょびちょび投げて、なんかその様子見るみたいな、まとめて投げろ。なんかその少なく、あのこう数でみたいな、ごまかしていくみたいなさ。ね。ガツンとみかんでいこうぜ。なんかね、でもなんかそのアイテムの配信はもうアイテムに特化させた方がいいのかなとも思うけれどね。例えば1時間なら1時間でみたいな。なんかこんなダラダラやってもさ、なんかリスナーもね、メリハリないわな。関西、まあ、考えとくよ。まあ、今はちょっと難しいけどね。考えとくよ。ただ今はそんな余裕はない。何パルから30万返してもらうって知らん。そんなの。法
教育されるかどうかは分かんないけれど、こんばんは、ブス。いや、お金に困ってるわけではないけれど、別に住所に困ってる。住所に、気になってクマのコメント拾ってて、腐って、もう連投してるから拾ってやったんだよ本当によ。もう何かにつけて言いたがるな本当に。別に全部スルーでいいんだぞ、言っとくけど。別に何もないしね、クマちゃんとね。わざと拾ってんだよ。いや、預金通帳で借りれると思うよ、別に。全然、そういうところで探せば。もう連絡しないでほしい。誰？ちょっと待って、そんな連絡しないでほしいって言われても、お前誰だよ一体全体。そもそもさ、俺がさ連絡取ってるやつってルンルンとラムメロぐらいだよ。まあそのラムメロっていうとね、また変に勘違いするやついるからあれだけど、その荷物のこととかで連絡するぐらいで、この二人だけだけどね。今いや、わかんない、誰このアカウントって感じ。もう連絡しないでほしいとか言ってさ、これはもしかしてクマちゃん関係の人かな、お客さんとか、もしくはピピかな。もしくはピピのサブアカとか、お客さんがもうなんかクマとは連絡するな、してねえっつってんだろ本当に、しつけえな、まったくよ。あ、ほんだら分かんないよ誰かは、だって知らないアカウントだから。考察ね、考えられるのが。またクマっていうアイテムのところでちょっと匂わせてるから、ダイニングメッセージを感じるから、そっから推察すると。結構そのクマちゃんと絡んでる時になんかいろんな客が発狂してたらしいからね、だから見てんじゃない、クマちゃんのこと好きな客が。パルパンのサブサブ赤の可能性もある。何、パルパルが連絡してこないでって。いやでも
パルパルはそんなことしないだろ、わざわざ。アイスコーヒーはね、いるね。今3杯買ってきて、あと残り 1.5 しかないから、アイスコーヒーを2つとレモンティーがないから、レモンティーとお茶買ってこい、帰りにコンビニで。まあそんなもんでいいか。あと飲むヨーグルト買ってきて、カップのこういうね、飲むヨーグルトが売ってるから、飲むヨーグルト買ってきて。お味噌汁はいりません。はい、大丈夫です。はい、別に。イベント最終日じゃなくない？14日までぐらいじゃなかった？このやつ今日最終日なの？11日までって書いてる。うわ、本当だ、今日最後じゃん、日付変わって。嘘でしょ、俺1回しかまだ配信してないんだけど。え、2回目、日付変わって3日目。俺14日ぐらいまであるもんかと思ってたわ。で、余裕ぶっこいてたけど。いや、サボってるのは俺じゃない、リスナーだって。だからお前らが課金をサボってるだけだろ。ありがとう、ファンタスティック、サンキュー。誰、あらまさかのまさかの人が来ましたね。まさかのまさかの人が、平野正門が来ましたよ。割とまじで。じゃあ枠取り直すか。まあ、12時過ぎたらまたこの無料アイテムとかナイスがリセットされるんで、じゃあ一旦ね、枠取り直しますね。はい、ちょうど3時間半なんで。はい、じゃあ一旦おつっぷりバキュン。これどこで湧く、あ、ここか、ここで閉じるのか。ちょっとまだいかんせん不慣れ。